はい、こんにちは、久しぶりの晴れです。さっきまでねちょっと曇ってたんですけどね。いやーもうなんていうかここ2ヶ月ぐらいですかね、俺の休みのたんびに雨が降るっていうね、いつから俺は雨男になったんだっていう感じでしたけどね。今日は本当久しぶりにこう晴れ間です。晴れました。とりあえずね今道志道走ってます。まあここからね、どこに行くかも考えてないですけど、まあ、久しぶりにね、こっちの方来てみたくなって来てみました。さあこの後どこ行きましょうかね。というわけでね、何がというわけでだか、浦通しの方にね、蝶々が浦通しの方に来ましたけどね、久しぶりなんで、気持ちいいっすな、やっぱここは。この先甲州街道じゃない、139号かな。どっちをどう行けばいいんだったかな。とりあえずここ渡っちゃいますか。なんだっけ、この間イーザイルさんってね、元ブロガーの方が言ってたうどん屋さん、ちょっと覗いてみますかね。どこだったかな。俺もなんかこう前になんかたまたま前を通って気になったお店だったんですけど、どこだったかな。お、なんかうどんって看板が見えてきたぞ。あ、富士山見える、綺麗。でもうどんって文字が、あ、多分確かここじゃなかったっけ。あ、山本うどんやってるのかな。あ、定休日だ。
キビです。あ、そうですね。残念。火曜日と水曜日定休日って書いてありましたね。それは残念。じゃあしょうがないから火曜日定休か。悲しいぜ。ボコン。お兄さんというかおじさんというか、定休日だよ残念とか言われちゃったけど、いや残念でした。だったらしょうがねえから笹子トンネルの方向かいますか。ここちょっともうちょっとまっすぐ行ってみようか。残念でした。山本さんちょっとね、この間そのイーザイルさんがね動画上げてらっしゃってて、あの写真でそのうどんね見たんですけど、すげえうまそうだったんですよ。まあこれもリベンジ案件ですな。ただ火曜日休みだと俺はほとんど来れないけど。旧笹子トンネルに行くのに一遍甲州街道行けとグーグル先生はおっしゃるんですが、ちょっとそれじゃつまらないのでね、別のルートがありそうなのでそっちに行ってみます。行けるのかどうかわかんないですけど、左方向で一遍山本の方に、山本うどんさんの方に戻って、右って出ましたけど、言われましたけどね、ナビに従わない男なんで。この右側の方の右前ぐらいの山を抜けていくのかな。 Google 先生はここを右に曲がれと言いますが、無視。道なりですって言われましたね。どれこれか、こっちか。林道黒野田線これか。林道黒野田線、あ、通行止めだ。マジか、通行止めでした。残念。しょうがない。甲州街道に戻りますか。え、何？え、何？何？ああ、止めろと言ってんじゃないのか。よくわかんない。え、これ？あ、これかな？これですね。が変わったのね。矢立ての杉、ちょっと行ってみましょうか。
ちは。いや、この杉はすごい。これは一体充電で何年なんでしょうね。中は空洞になってますよ。これはすごいな。いや、なんかこう立派な、本当に立派な杉でしたね。おお、ここですね。笹子杉戸。写真撮りましょうか。ここも。狭いですよね。ここね、一車線分しかない。甲州市に入りますね。ここで